すごい殺球ですよ。さあどちらが東京ドームへ、ゴンが鳴りました。レバンが出す、いきなりレバンがいった、いきなり1回戦とは全く違う、1回戦とは全く違う、手出す投げるな、手出す危うし、手出す危うし、手出す危うし、一気にいった、左のストレート一気にいく、よく見て、左足から息を飲む、いけいけいけ、全く、うわすごい、スリップスリップ、今のはスリップ、今のはスリップ、バンナが潰しに来ましたね。まさにその真骨頂を見せます。ゼログレバンナ、ものすごい勢いで第1ラウンド、左のストレート、ペダスがなんとか艦長耐えましたかね。さあものすごい大歓声、名古屋レインボーホール、ニコラスがね冷静ですよ、そうですね、よく見てます、ニコラスペダス、ニコラスはね耐えてゼログのスタミナ切れ待ってほしいですね。はい、よー右ストレート、あの内股へのローキックがいいと思うんですけどね、バトルサイボーグが一気に行きます、ボディから休みません、ゼログレマンだ、ボディがきついですね、しかしペダスのこの表情、右のミドル、そしてローキック、心だけは折れないでほしいですね、俺にあるのは私が欲しい、ガードキリオに続けて一撃で破れるわけにはいかない、ニコラスペダス、ちょっとねゼロも力んで多いなって気になりますね、動き消えてってほしいですね、左を返します、ニコラスペダス、パンチはちょっと危ないと思うんですけど、合わされるんで、スリップ、あの内股へのローキックはいいんじゃないですかね、そうですね、ニコラス選手の、いやしかしニコラス選手頑張ってますよ、目は死んでまいりません、ニコラスペダス、いやこれ普通だったら倒れちゃいますからね、この勢いに飲まれてですね、艦長この圧力をペダス耐えてるというのは相当な進歩じゃないですか、ブロックしてますよちゃんと、2年ぶりの K1 になって、そして1回戦は1分28秒ノックアウト勝ち、そのペダスうまく外してますよ、このジェロブレバンダと相対します、右のミドルストレートを放っていった、左のストレート空を切ります、レバンナ、ああジェロムがダウンだ左か、レバンナの猛攻を耐えています、さあ残り10秒、第1ラウンド残り10秒、レバンナ叩きつける、スライド倒せば残りわずかだった、試合は終わっています、レバンナこれはいけない、これはいけない、ペタスが倒れた、2ノックダウン制です、試合は終わっています、大きなブーイングがレインボーホール、今のは闘争心からペダスは出しましたよね、谷川さんね、その意気込みは分かります、今のは力が完全に抜けているところでパンチを打たれましたから、ちょっとダメージが大きいかもしれません、なんかちょっと感情的になってますよね、そうですね、艦長も思わず立ち上がりましたけれども、今のはね試合が終わってますからね、ジェロム・レバンダも当然この試合は2ノックダウンというのはルールは知っています、これはちょっとだけど本当に逆に言うとやり返してほしかったですけどね、あペダスね、1ラウンド、まあ、2度のラウンド、2度のラウンド TKO で終わってるんですけども、あと大きくちょっと吠えました、ニコラス・ペダス、極真魂がこのペダスを立ち上がられました、ただいまの試合はゴング、最終ラウンド以外はゴングに救われません、ですから今のダウンは有効です、ですから2回目のダウンでジェロム・デ・バンナ選手の KO 勝ちになりますが、ゴングが鳴った後に一撃を加えた行為に関しては厳重注意でレッドカードを提示します、今のペダスが立ち上がってからのパンチ、レッドカードが出されます、
2回目のダウンの時点で全てが終わっておりますので、この判定を覆すことはできません。しかしジェロム選手には厳重注意をいたします。以上です。勝利はジェロム・レバンナ。2つのノックダウンがなされた時点でジェロム・レバンナの勝利は決まっています。